ちは、石坂です。2020年の1月5日日曜日14時45分、およそ国道27号敦賀方面向きで走っております。
の確認のためであったり、その私が思い出すためもあるし、でまあ道がねもう昔は通れたんやけど、ここ封鎖されても今通れないよみたいなことになってると困るので、まあそれもよくあるんですよ。あの崖崩れで通行止めになってるとかね、しかもあの半年も1年も崖崩れまだ復旧しないよみたいなこととかよくあるんですよね、いろんなところで。今でも亀岡のあの峠、皆さんがよく通られるところだと思うけど、あそこ通行止めらしいんですわ。まだ確認しに行ってないし、そんな大型トラックで確認しに行って本当に通行止めやったらもうえらい気に入って、もう噂で聞いてるところはあの通ったよ開通したよっていうのを聞くまではちょっと私も近寄らないようにするんですけど、こうやってね誰も通らないところは情報が入ってこないんで自分で探しに行くんですよ。私の場合で情報拾いにというか、でみんなで発信する側ですよね、どっちかというと。まもなく右方向です。高速で帰ってこい言うてんのにわざわざ下道走って残業時間ね、あの長引かして残業代泥棒みたいなことを言うような会社やから、あんまりね、あの新しいルートでご案内します、そういう理由があったとしても、そんなことよりも安全に早く帰ってこれるようにいうことで高速代出しとるんやから言うてね、あのいらん言い合いになるので、あれです、あの黙ってこそっと走ります。もう GPS で見られてるんで、あの現在地とか把握されまくってるんですけど、まあまあまあ電話かかってきたりしてねどこ走ってんねん、まあ、電話もね届かなくなりますよ、そのうち。あのこの道ね、あの携帯電話も届かんような田舎道なんで、はい、田舎をディスるのはそこまでだみたいな感じでしょうか。ちょっとすみませんね、あのいつも以上に舌足らずで鼻詰まりな感じですが、喉飴舐めながら鼻詰まりながら喋っております。ごめんなさい。まだあのオバマインターに引き換え させようとしてるね、このカーナビは。もう役立たへんね、新しい道というか、あのいい加減観念してこの山越えの道で案内してくれたらいいのに、ここ右に曲がって引き返せみたいになってますわ、カーナビ。アホかっちゅう。国道162号線です。一応、京都丹波の方向かって走ってます。今そういうつもりで走ってます。今現在まだ福井県ですね。制限速度は50キロ、14時53分になりました。さっきまでね、荷物積んで走ってる時、高速道路走ってる時はもう一つね、私ご機嫌斜めやったんですけれども、まあ その時よりはご機嫌いいですよ。あんまり合わないんですよ車にね、だもんであんまりストレスを受けなくてマイペースで走れるのかなみたいな。なので下道あんまり嫌いではないです、私は。僕今どきの人っていうかね、別に年いったもうおっさんでもじいさんでも道知らん人は知らんのでね、今時の人っていう言い方はその若い人を指してるわけじゃないんですが、まあ年いったらもう50代のおっさんとかでもつい最近運転手になりましたよみたいな、そういう方はあんまり下道走りたがらないね。道が悪いから、これサンバイザー外れたわ私はいろんな仕事してきて、いろんなケチな会社転々としたことがありますので、高速代100円の高速代でも勝手に乗ったらもうボロッカス怒られるような、そういうね嫌な会社ずっと来てたもんですから。おおお、こんなんなってるやん、ほらね、通れるかこれ、大丈夫かはい、片側交互通行ですわ一応ね。おお、もう行きよった、6秒残ってるぞ赤信号、行ったか、すごいな。
前から来たらどないすんねん。まあ来えへんっていうことでしょうね。6秒ぐらいであれば向こうもっと早くに赤なんでしょうね。はい、青信号になりましたが、この道幅で大型トレーラー大丈夫かこれ。あーこら怖いな、ガードレールやめてこれ。でも通れるか。交互通行区間あそこだけやったみたいですけれども、まあたった例えば 50m100m の片側交互通行であっても、普通乗用車であれば通れるところでも大型トラック通れないよみたいなところやったら、もうあっこからバックしないかみたいな、引き返せみたいなことになるんで、なので前は通れたけど今大丈夫かなっていう、こういうね調査みたいなことは勝手にやるんですよね私は。道いろいろ高速台あんまり出してくれへんような会社おるときは下道散々走っていろんなところ知ってたんですけれども、最近高速しか乗らないんでもう下道わからないんですよね。忘れるんですわ。まあ3ヶ月も走らんかったら綺麗に忘れるぐらいの感じですね。そんな覚えてる暇がないというか、もう新しいとこどん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 行かないかんのでね。延べでっていう話じゃなくて、1軒2軒3軒言うて数えていって、その同じところに何回も行ってるっていうのそれ数えなくて、じゃあ1年間でどれくらい行ってるんですかと言われると、多分ね1000軒ぐらいは行ってるんですよね。1年間、1000種類同じところに5回も6回も行ってるやつを回数数えずに、初めて行くところ全部初めてっていうかね、例えば2020年に何人のお客さんのところ行きますかというと、1000件ぐらい、1000人っていうか、まあまあ同じところに行かない前提で1000件ぐらいは回ってるかなみたいな、毎年そんな感じでするのでね、まあ、5年10年していくと5、6000件は回ってんのかなみたいな、そんな覚えてられへんですよね。3年前に行ったお客さん1回だけ行ったことあるとか絶対覚えてないですよね。そういうことです。だから道路もね使わんと忘れるんで、地道に走るんですよ。こうやって好んでね、鼻が詰まっても会社に無事に帰ると、ちょっとね塩化リと言いまして雪とかそういうやつ道路にいっぱい空いてるんで、あれがねへばりついても間もなく左方向でトレーラーネズミ色になっとるんですよね。なんというかドロッドロになって、これすぐにもうスチーム当てるかブラシで磨くかせんと、もうこびりついたら本当にセメントみたいになってしまうんで、まあちょっと大げさに言いましたけど、なので会社帰って今から帰るともう6時回ったりするでしょう。でそんな時間帯に真っ暗の中で洗車してどうやねんっていう話ですが、やらんとね車ボロボロになるんですよ。錆びるというか塗装は錆びないけど鉄むき出しみたいになってるところはまあ錆びるでしょうね。だから足回りとかもスチームで本当はやらないかんねんけど、今ちょうどねうちの会社のスチーム故障しておるんで、帰ってからブラシ持ってまではやりたくないなと思って、どないしたろうかなと今考え中ではありますが、何時ぐらいになるかな。帰って6時回って洗って6時半家帰って7時かなみたいな。しんどいね。あれなんですよ、今日朝もう4時過ぎには会社出発してるので、だから会社に出勤自体がもう3時台みたいなね、そんな感じです。だから家出たらもう 3時半とかそうなんですけれども、わ焼きサバのあれ欲しいな、焼
木更津市なんで。その3時半ぐらいに家出て、もう会社行って仕事を始めて、わーっと仕事して、今15時ちょうどなりましたけれども、まあ11時間オーバーぐらいでやっておるにして、今の時点でまだ休憩ゼロですからね。で、今から帰るのに3時間オーバーっていうことも考えますとしんどいよね。運転時間が長いから、まあ手積み手下ろしをばっかりをするっていうことを思ったら、ドライブみたいなのやったら楽なんじゃないのと思うかもしらんけど、まあ15時間とか、例えば休憩ゼロですよとか言ったらね、それはそれで違法なんやけど、2時間おきに15分とか、ほんまはね休憩取らないかんねんけど、ちょっとそういうことができないですね。現実的にさせる気もないみたいですけどね。建前上は休憩取りなさいと言うんやけど、そんなことができるような時間が作れるようなことにはならないですね。作業のマニュアルも守りなさいというし、それ守るとね、まあ荷下ろしの積み込みもまあ時間かかるし、で運転にしたって一般道は57キロまで、高速道路は77キロまで、それを4秒以上オーバーしてしまうと始末書書かないといけない。まあそうやって作業も足かせ、運転も足かせ、いろんな足かせがついておるので、早くは終わらないんですよ絶対にね。急いでおっても、もう渋滞ちょっとでもはまって、うわ今ので15分ロスだわとか、そういう15分っていうのは、じゃあちょっと昼休み市内で返上で働くからって言ったところで、普通でしたら昼休みせんかったら1時間昼休み取ったこと思ってね、それを休憩取らずにちょっと頑張りましたよって言ったら1時間浮いてくるじゃないですか。そういうことがないんですよね。だから15分遅れたら15分、30分遅れたら30分、1時間遅れたら1時間、もう夕方も帰るまでずっと付きまとうんですよね、その遅れが。で、配達は配達で、例えば14時52分とか、その分刻みまでね、予定で組まれておるんで、すごいでしょ、バスの時刻表みたいでしょ。そういう配達なんてね、そんな渋滞もするし、まあ天気にもよるしとか、まあいろんな条件があってね、その狙いすまして行ったって、そんな分刻みでやられたってみたいな部分はちょっと想像できるかと思うんですけれども、その上で積み合わせとかで何軒か立ち寄っていくみたいな、だから1軒目はね、正確に時間通りに行けたとして、2軒目3軒目っていうのは1軒目で荷下ろし作業を手こずったりすると、予定外の時間かかってしまうと、もう2軒目3軒目の時間どんどん遅れるだけで、まあ取り戻せることがないみたいな、私の仕事そんな感じですからね。これね、どんだけ頑張っても時間縮まらないんですよ絶対に。で、時間縮めるっていうことは、例えば運転であればもう速度違反するとかね、で荷下ろしとかの作業であればしないといけないことをやらないとか、本当はこういうことをするのにこういう作業が必要ですよ、確認作業がいりますよみたいな、全部そんなをカットカットしていきますと、まあ多少5分でも10分でも早く終わるにしても、ダメなんですわ、やらないと。やらないと次に進めないようにコンピューター管理されておるんですよ。で、荷下ろしとかの作業とかも全部カメラで録画されておるので、もうね、勝手に手抜くっていうわけにもいかないので、ちょっと想像されておる以上にあれでしょう、過酷でしょう、ね、だもんで、私がタフやから
15時間ぶっ通しでやってるよとかそういうわけじゃないんですよ。ですね、タイワー言うても居眠り運転しながらでも、もう柱と止まってる暇がないみたいな、そんなことです。非常に具合悪い。だ、品質をどうやこうやとか、ルールを守れとか、コンプライアンスがどうやこうやとか、そんなことを掲げるのは勝手やけれども、実際にやってみたらそんな風にはいかへんねんからね、え、実際に合わせてくれんと。15時間働いたらまあ30分でもええからちょっと休憩させてくれよと、ね、思いませんか。こんなところで、ね、世界全世界に向けて YouTube で口を言うてもしゃあないんですけどね、あれなんですよ、いつもの高速道路 の解説の動画と違いまして、この山道紹介するだけなんでね、これいちいちここが何ですっていう案内までを下道はしてたらもうキリがないので、私 のフリートークというか、まあ いつも台本ないんですが、今日いつもにまして台本がないので何を喋るか分かりませんよ。だから、はい、今現在15時06分、国道162号線福井県小浜市から京都府になるのかな、兵庫県になるのかな、ちょっと丹波の方に抜けるんですよ。由良川の源流みたいなところを抜けてね、あと深山って言ったかな、あの辺の村か町か知らんけど、あの辺に住んでる人はどんな暮らししてるのかすごく気になるんですけどね、一回ちょっと住民の人に話聞いてみたいけどね、学校とか病院とか買い物とかどうしてるんですかみたいな。この辺でもここ国道沿いでしょ、メインの道路ここなんですけれども、コンビニもスーパーも何にもないですよね、先からずっと。これ国道ですよ、だから県道が栄えてるんやったら県道でもいいんですけれども、別に県道とか農道とかね、獣道とかそんなところにコンビニがあるんやったらそりゃそうなんでしょうけど、国道にねこんだけ店一軒もないん でカーナビ見てもね、学校どころか何にもないですわ。病院とかでもどうするのかなと思って、この辺救急車呼んでもどれぐらいで来んねんやろっていう、なんかそういう下世話な心配というか、ね、余計なお世話なんですけど、ちょっとタバコ買いに行くわとか言ってね、タバコ売ってなさそうでしょ、だって自動販売機もないやんみたいな、コンビニどころか。山と川しかねえみたいな、そんな感じなんですけども、で別にバカにしてるわけじゃないんですよ、これはこれですごいことやなと思ってね。えだからこの辺に住んではる人とどういう風な仕事をしてはんのかとか、わざわざ福井市内とか小浜市内とかまで車で1時間とかかけて仕事しに行ってるのか、この辺に働くところが何かあるのか、それか農業をしておられるのか、ちょっとね大阪市に住んでてあんまり他を知らないっていう人間からすると不思議なんですよね、どうやって生活立ててんのかが。純粋にそれはバカにしてるんじゃなくて、およそ 700m 先右方向です。こういうところなんで、例えばちょっとこの前の豪雨で土砂が崩れててこの辺道通られへんっていうとかでなってたとしたら、そう、地元の人はここは通られへんけど裏道があるんや県道があるんやとかって言うかもしらんけど、大型トラックは通られへんとか言うんやったらね、こうやって私がこう調査しておるみたいに定期的にというかたまには通ってみると、通れるほんまに通れるかどうかわからないですからね。右方向これやったっけ、ちゃうな、違う、カーナビもちょっと惑わすのやめて、ね、今の県道16号って書いてました、あっこもね道そんなに狭い道ではなさそうやったんで通
れそうやったんでね、あっちかなみたいな気もするんですが、新しいルートでご案内します。新しいルートで、うわ、引き返せって言うてるわ。新しいルートが今県道16号やったんですけど、私が行きたいの県道4号っていうのが出てくるかなみたいな、うろ覚えなんでちょっとあれなんですけどね、ないかな、そんな県道なかったかな。なかったらもう延々と行けるところまで行って、やっぱりなかったわ、迷子ですって言って、もう携帯電話も無線も通じへんような山奥で迷子ですとか言って、もう救助も呼ばれへんみたいなことになるかもしれないですけどね、まあ、そういった危険も隣り合わせなのがこの 下道の調査というか、特にこの山の中、ただ単に高速道路走らないよって言ってるんじゃなくて、山峠越えなんでね、通れるかどうかっていうのを地元の人しか知らないみたいな、ニュースにもなりませんみたいな、こんなところが土砂崩れしてたって、そんなどこに問い合わせたらそれが分かるのみたいなことになって、まあこの辺の地元の警察に電話してみるとかですかね、役所に電話してみるとか、行かずにしようと思えば。新しいルートでご案内します。この辺不思議と本当に家は、住宅はあるんですけど住宅しかないんですよね、逆に。この趣のあるこの屋根、この雪が積もっても大丈夫そうな屋根、ここ中学校かなんかあったっけな、そうだったっけ、何やろあれ、ただのブランドか、だから道の駅かこれ、そうかな、多分道の駅やな、左側野菜でも買おうかしらみたいな感じですが、ちょっと無駄遣いはやめておきましょう。道の駅灘省、道の駅ございます。ここの便所ね、手洗ったらもう手がほんまにちぎれるんちゃうかいぐらい、こう氷水みたいな、めっちゃ冷たいんですよね、水が。お湯出たかな、出るようになってへんかな、もうトイレお借りしたらもう手がまあ痛い痛い、水。はい、通り過ぎました。左手に道の駅灘省がございました。国道162号線引き続き走っております。制限速度50キロやったかな。新しいルートでご案内します。15時13分、思ってるほど時間経ってないでしょうね。どれぐらい来たんかなっていうと、そんなに来てないですよ、まだ先は長いですよ。ただ高速で帰ってもかなり先は長いんで、ね、で大阪に帰るのはまあこの道でも構わへんかなと思うけれども、京都に帰りたいとか滋賀に帰りたい人やったら、あの27号線もうちょっと敦賀の方にもう少し走ると、今度国道やったかな、303号かなんかがあるんですよ。あれをね30キロくらい走らないかんかな、しばらく走ると、あの国道161号線の今津あたりに出るかな。そしたらあとはもう湖西道路というか琵琶湖の西側をずっと走って、バイパスのような道路ずっと走って大津の方まで行くみたいな、大津であったり京都東であったりそっちの方行くみたいな、そんなんで帰ると、あの京都とか滋賀の人は帰りやすいですよね。相当早く帰れるんじゃないかな、それは。雪積もってたらこんなとこ走りたくないね。ないから来てるんやけどね、こうやってわざと。じゃあ夏場に見に来りゃいいじゃんっていうことを言わはるかもしれないですが、夏場とかはねなかなかこういう仕事当ててくれない。これ雪国に冬来るから走らせてくれてるんですよ。
夏場はね、もうちょっとね、あの他の会社であったりでもうちょっと他の人が走りますわ。雪積もっててもうチェーン巻かな通られへんとか、チェーン巻いてもちょっと怪しいなみたいな、そんな時に限って、ね、あのこっちに仕事に行ってくるというかね。そんな時は私も走りたくないけどね。誰も走りたくないからこうやって来るんですよ ね。年に何回かドライブみたいな仕事が。ちなみにここ今あのちょっと言ってないですけど、道路の真ん中にあのポチポチと穴開いてるの見えますか。これね、多分雪積もったらあのお湯出してくれるんだと思いますよ。お湯なり水なりね。よかったよかった。ここは雪かきしなくてもあの水出してくれるということで、雪積もってもすぐ溶けるという話です。ずっと、あ、ここは空いてるか。これね、でもお水を出すための穴なのか、もともとあのあれ 車線をまたがないでねっていうために秒を打ってあったのか、ちょっと分かりません。秒を打ってて、あの秒を抜いただけなんかもしれんし、いやいや中に配管が通ってて水が出るんやでっていう、それはちょっとその時になって水が出てるとこを見ないとわからないですけどね。で、雪国でこうしてあの水を出すような装置が道路に備わってなかったら、もうあれです、明け方とか通るとあの雪かきしてないんで走れなかったりっていうことは多々あります。特にね、豊岡のもうちょっと向こう久美浜とかあっちの方行くとね、雪かきまだ来てへんのかいみたいな、朝一番の配達とかであっち行って雪かきまだ来てなかったりしたら、もうバンパーの高さ以上に積もってたりしたら、もうこんなもんタイヤチェーン巻いたって走れるかいみたいなことになるんですよね。福井県またおいでくださいと書いてました。ここから 何になるんやろ。福井県が終わって、国道162号は引き続き162号ですが、また7種やな。大井町、この辺のトンネルまで来ると携帯電話繋がらないですよ。だからこの辺で事故したり遭難したりしないようにしましょう。この辺でバーンと単独事故して意識失ったりしたらもう荒れちゃうかな。誰かが警察とか救急車呼んでくれんと、そのまんま目が覚めないということもありうるんじゃないかな。恐ろしいですね。関西で携帯電話が通じないみたいなエリア、この辺とね、あと三重と京都の県境みたいな名阪国道、ちょっとそれに行ったところ、南山城とかあの辺はかかんのちゃうかな多分。あの辺県道何号やったかな、ちょっと忘れましたけど、あの辺も 4,5 年走ってないですけどね。雪がある、初めて見た今年。積もってるやん、初めて見た。降ってるんか。舞鶴とかは降ってないよって言ってたけど、やっぱ違うね、これぐらいの山に。三田とかあの辺でも今年はまだやねえって、今年はっていうかあれか、年変わったか。
とりあえず年末の時点ではどこもまだ行ってなかったんですけどね、普段来るようなところ。この辺は雪が降ってて、なおかつ積もって溶けていないっていうね。内緒ですけどね。ここを50キロで走ってしまうと4時間かかりますね、大阪帰るまでね。3時間半ぐらいで帰りたいんで、30分はちょっと縮めたいんで、あんまり可愛らしいことは言ってられないんですよね。まあ体裁、建前としては守る体裁で走ってるんで、そんなに逸脱はしないです。こんだけあるところで軽自動車そんなに一生懸命スピード出して走らないかんような、あれか、いつも言うけど、そんな急ぐんやったら30分早でんかいって思いますけどね。この辺でもガードレールないでしょ。その辺ずっと落ちとっても知らない、私見んかったことにして行くからね、それは。助けたりしないよ、電話もかけてやらん、そんな私のせいちゃうからね。で後ろ煽られてたとか、そんなんそういう因果関係なかったんやったら助けるけどね、さっきまで煽られてた車がそこ崖落ちてんのかやったで、それはちょっと助けよう気ないですわ、さすがにね。清流というかね、この川が水がきれいやから
アユかなんか天然のやつがおるのかな。それであの旅館というか民宿というかその川魚を釣りに来るお客さんがその観光で訪れるみたいな、そんなんで民宿みたいなのがたまに見当たるんですが、見受けるんですが、その他って民宿をやってない方々はどうやって生活してんの。162号線、美山町に入りましたね、ついに灘町抜けて美山町です。美山町多分ね京都府やと思うね、多分もう福井県じゃないと思いますよ多分ね。不確かな情報が飛び交っておりますけれどもね。お、カモがいっぱいおった。今寒いのに水入っとかんでも、水入っとった方があったかいんか。そうやな、こう凍ること思ったら水の方がいいんか。寒いのに川で泳いでからにと思ってたんですが、まあ温泉とまではいかないけれど、これは何やろ、何やろ、結局何かわからない。ドライブインのつもりかな。もう廃墟はね、何かもわからない。かつて何やったのかもちょっとわからないみたいな。たたずまい的にはドライブインではなかろうかみたいな。このコスモのスタンドも生きてんのかなこれ。ああ、生きてなさそう。これは道の駅か。15時27分現在43分ぐらいか、録画して。開いたー、何やこれ。おばあさんかもしらんけど、優しいなぁ、ありがとうさん、譲っていただきましたので、ハザードチカチカチカ。シェルのスタンド、これが生きてそうやな。ここまでまだコンビニ一軒もなし。自販機とかどこにあるんやろ。地面に埋めてるとかそうなんかな。道の駅みたいなのはあったけど、ああいうところでしか買い物できるのかな。ケーキ屋さんがある。おお、気温4度です。やばいね。今から寒くなる一方やから、これ夜に差し掛かると凍るかもしれないね。凍るほどではないか。 おしさんがまだ出てる今の時間帯、15時29分、まだ明るいこの時間帯で4度ですから、真っ暗になって晩の7時8時になってくると気温下がってくるんでしょうね、4度より下に。までで一回動画切ろうかな。これ丹波インターから乗って帰るかな、ね、
162号線、丹波の方向いて走っております。制限速度50キロ、いつまでも162を走るんじゃなくて、県道多分4号線やと思うんだけど、それを走って国道9号線に出たいんですよ。27やったかな、多分9号線ですわ。で9号線に出たら、まあちょっと走れば京丹波瑞穂やったり、あっちにも行けるし、国道173号線ね、そっちにも行けるし、9号線で丹波から京都縦貫道乗ることもできるし、大阪帰るんであれば173号線国道走って、高速なしで全部ベタで帰るって手もあるんですけどね。福井から大阪帰ってくのに全部高速乗って帰ってこい言うてんのに何してんねんって言われそうですけどね。まあ空っぽですし、日曜日なんで空いてますし、まあ3時間切るか切らんかぐらいで帰るんかな、高速乗ったら。これ全部ベタで帰ってしまうと4時間で帰れへんかな、多分。どうかちょっと微妙やね。まあ忙しいっちゃ忙しいんですけど、ブレーキちなみにほとんど踏んでません、アクセルだけです。運転の操作的にはそら高速道路まっすぐのところをボーッと走るのと比べたら忙しいか言ったら忙しいけれども、ただ交通量がもう全くないでしょう。こうやって好きなように走れるんで、多少時間かかっても私はこっちの方がいいかな、好きかな、好き嫌いで言うとね。もう高速道路走って本当に、まあ、正月こんなやつがいっぱいおるわみたいなのがおるところ走ったらもうイライラしますからね。山のこれ窓開けたら空気もすごく綺麗ですよ、こんなところ。間違いないですよ、空気美味しいのは間違いない。これそういうとこ走っておるんでね、県道4号じゃなくて12号か、全然ちゃうやん、全然ちゃうけど12号ですよ、これやん。嘘ばっかり言うてね、12号でした、すいません。およそ 300m 先、もうちょっと行ったら4号っていう、もっとええ道があったりして、そんなことないか、私の知ってる道これや。まもなく右方向です。この京北っていうのも配達行ってるな、多分。出るは偉いところやね。こんなとこトラックで来たみたいなとこやったと思うわ。後にも先にも1回しか行ったことない、地名がもう行ったことある言うたって思い出されへんぐらい行ってないな。はい、県道12号に入りました。この辺に来るとちょっと街ですね。右手に三山中学校があるみたいです。南端日吉と書いてあるけど、左方向行かしたいんやろ、そうやと思うけど、曲がったかな、ここ曲がらないよ。あ、狭い。来た、南端市のバス来た。三山お肉の店ライオンやん。新しいルートでご案内します。
前ね、制限速度40キロ県道12号、先ほど左に曲がると336やったかな、あの県道行くとあの京都縦貫道の看板が出ておりました。京丹波和地かなんかに出るっていうことですが、多分ね一回こっちの方が近いかもしれないんで一回通ったことあると思うんですよ。で思ってる以上に遠かったんですよ。そこ行くので、そんなところ行くぐらいやったらもう丹波まで行って丹波から乗るかなみたいな。出発したの 何時何分やったかな、3時前やったような気がするけど、今15時36分です。制限速度50キロに変わりました。さっきの街の中が40キロで今現在50キロ。2人傘さして歩いてたけど、どこまで行くんやろ。100メーターや200メーターではないですよね。ここで民宿で宿借りて泊めていただいたとして 何をするんやろね。やっぱ鮎釣りなんかな。この左側に川が流れておるんですけども、多分由良川やと思うんですが、清流の里みたいな感じで美山町みたいな、一応観光ですよみたいな、そういう感じじゃなかったかな。よかった、ね、今は十分狭いんやけどまだ狭くなると。ミラー畳んどこうか、当たるか。一級河川由良川、川です。またこの川で釣りをするんでしょうね。そういうための民宿だと思います。現在美山町走行中です。美山町制限速度50キロ、15時38分。京都縦貫道の丹波インター、9号線の丹波インターあたりから乗って帰ろうじゃないかという、そういう算段なんですが、これをね、舞鶴と小浜からぐるっと回って綾部ジャンクションまで行って、綾部からぐるっと戻ってきて丹波っていうのと、どっちが早いかですよね。山道こうやって走んのと高速走った方がやっぱ早いんかな。そうとも言い切れないでしょう。あのご覧の通り信号ほとんど止まってないでしょう。でまあ50キロで走り続けたとして、走って向こう着くんかな。オバマインター、舞鶴とオバマインターから京都縦貫道の、丹波インターまで1時間で行くかな。距離測らないかというか、あのキロポスト、自分で何キロポストって言ってる分は後で編集しながら見たら分かりますけど、まあまあのカーブだぜ。そんな話してる場合じゃないですよ。道路こんだけ綺麗なアスファルトを張れるっていうことは金あるな、さては。
うざいっしょ。満タン CA バス。何タン車になるのか。市町村合併で何タン車とかになってるのか。あ、何端子消防団だけだろう。何端子になったから金がわんさかわんさか入ってくるんか。さすがに美山町だけではそんなに潤ってないやろ。多分など異常を発見した場合はお知らせくださいっていう看板がありましたね。はい、高さ制限 3.9 メーターです。なのでコンテナとか 4.2 メーターの運木板とか引っ張ってて 4.2 メーターとかのは通れないですよっていう話です。でも丸いトンネルやから真ん中通ったら線またいで左車線とかじゃなくて真ん中を通れば2メーターでも行けるかもしれないね。やってみて通れんかった時に思いっきり引き返さないかんけどね。残念なぐらいパックせなあかんと思う。この県道12号先は長い、まだまだあります。まあまあのスピードでビャーッと行かんと。ここ抜けるだけでも30分1時間かかっとったらもう何時間かかっとんねって言われそうですけどね、会社に。一応カーナビの到着予定17時51分と出てますね。もともと何時やったかな、17時半ぐらいついてたかな。残り距離101キロになりましたね。おお、おお、フェラーリやん。こんなとこ走るの向いてなさそう。フェラーリやね、あれ最近のやつじゃないわ。私の世代やけど分からへんね、あんな買えるような、ね、値段じゃないから。フェラーリやというのを知ってるっていうだけで詳しくはないんですよ。裏側がつりまくってるかな。つりまくってないね。湖みたいになってるんかな。ダムでもあるかみたいな感じですけど、ダムやね。ダムパークと書いてた。ダムやね、やっぱり。なんていうダムやろ。この先ちょっと湖っぽいな。今窓開けたら絶対空気うまいんですけどね。間違いない。動画撮影時間1時間超えてきました。2時45分に出発したんかな。14時45分1時間ちょうど。小浜を出て1時間で南端市まで来てます。高速代は使っておりません。一応ほぼ制限速度みたいな速度で走っております。
走り続けておってほとんど出港なんかもないので止まることがないですよね。わあ狭いなこれ。前からダンプとか来たら嫌やけど、1月5日ですから日曜日、お正月休みかもしくは日曜日のお休みになる。しかもダンプとかやったら雨降ってて現場がお休みとか、そんなことない。裏側は虹の水、時期遅そうですけどね、気温低そうやから。多分これ川沿いに桜植えまくってるやろ、これ絶対。これ春来たら綺麗わ。桜ちゃうかったらごめんなさい、桜やと思います。でもあれがソメイヨシノなのか普通の山桜なのか、ちょっとその辺も気になるところです。桜の時期やったらまあ来て民宿止めていただくのもいいかもしれない、ね、お花見。ああ、わかんない。ごめんごめん、ちょっとごめんごめん。ありがとう。泊まっていただきました、ありがたい。さすがにね、ちょっとあれですよ、はみ出ないと曲がれません。これぐらいの道幅こんだけしかないのにあんだけカーブしてて、大型トレーラーですからね。待っていただきありがとうございました。15時48分。発電所なんかあるんですね。あ、でもダムか。船井郡って、ね、あのカーナビの地図に出てましたけど、船井郡ってまだあるんかな。南端市になったんじゃないかな。園部町も南端市になってるんですよ。あれももともと船井郡やったと思うけど、今も船井郡ないでしょ。京丹波町、美山町から京丹波町に変わったのかな、これ。うわー、これえげつないな。土砂崩れとか大丈夫かな。ただ単に木を伐採しただけなのか、土砂崩れたのか、ちょっと君ですね。でこの辺多分右も左も桜ちゃうかな、これ。あ、桜の時期こんなところ散歩できたらいいね。お花見スポットいっぱいある。ただ道は狭い、線踏みながらじゃないとちょっと曲がられへんわ。なので前から大型のやっぱダンプとか来ると危ないね。恐る恐る行って、何やったらこっちで早めに止まっとかんと2号は難しそう。乗用車でもちょっと止まってよっていうぐらいのところありましたからね、今ね。カーブしてなくても道幅自体がもう狭いもんな。だって2.5 メーターに毛が生えた感じだったら 2.8 もあるかな、これ。
さそうやな、2.6 とか、そうなんだろう。通れるけれども、大型が2台かわされへん。15時50分、県道12号です。丹波に向いて走ってますっていうか、京丹波町って書いてあったんで、もう丹波に入ったんですよね。あとはよく知っている9号線へいつ出るのか、まだ先長いと思いますけどね。でももうあと3分の1ぐらいかな、3分の2は来たかな。小浜を出発して今、1時間6分ですね。小浜インターから高速乗って1時間6分も走っとったら、もうあんなところまで帰ってたはずやのにとか言って、そんなことになるかもしれませんが、どうでしょうね。こんなところで事故でもしたら、ごまかす怒られるね。